引きみ町は、かつて、島根県美濃郡にあった町。2004年11月1日に合併し、増田市の一部となった。旧引きみ町域は、豪雪地帯対策特別措置法に基づく、豪雪地帯としては、日本最西端に位置する。1960年代以降より過疎が進行しており、過疎発祥の地として知られる。1960年までは、 人口が7000人以上住んでいたが、1963年の38号説に襲われ、町が1ヶ月ほど孤立する。積雪は4メートルに上り、合掌造りの家すら倒壊するほどであった。寝雪は7月半ばまで残るほどであった。それに追い打ちをかけるようにその翌年からは、集中豪雨に襲われ、5年で人口が2000人、減少する急激な過疎化に陥った。 このことから、島根県の施策もあって、引き見町の集落再編計画によって、広見と虫が谷の小虫、小平の三集落を町の中心街にある県営住宅に集落移転させることとなった。また当時の町長であった大谷武義は、国会やマスメディアに陳情を行い過疎対策法を成立させ、大谷は過疎町長と呼ばれるようになった。東の静岡。 西のひきみと称されたひきみわさびが特産で、昭和初期には年間300トンを出荷していたが、現在では年間50トンほどにとどまる。その他、林業、木工も行われている。旧町内を走る鉄道はない。鉄道を利用する場合、最寄り駅は JR 西日本山口線岩見横田駅。旧町内を走る高速道路はない。 ありがとうございます。